女優の葉月きり奈が美しく、自己流セレブライフを楽しんでいる。かつて、魔性の女、と呼ばれた彼女には波乱万丈な人生があり、現在はフリーとして活動中。一部のファンは、吉魔女復活、を期待しているが、彼女が一番大切にしているのは家族のようだ。